自称平凡な癒しの聖女ですが、王子から婚約者として執着されています。2年後卒業したら、私はレイ様と結婚する。そうだ、聞いたぞフローラ。あ、何？カロンと魔法の練習をしてるんだって。カロン様は立派で素晴らしい人よ。誰に対しても分け隔てなく優しいし。でもな、俺はあいつのこと油断ならないと思ってる。前にも言ってたわね。どうして？今の学園内でホワイトブロンドはフローラとカロンだけだぞ。ただ染めてた子たちはもうやめてるのに。あいつはもともと王子の婚約者候補の一人で、そんな人間がレイの婚約者であるお前に近づいてんだわ。そこんとこ忘れるなよ。兄様って昔からこういうところはしっかりしてるのよね。ありがとう。兄様の心配はありがたいけれど、カロン様は本当に凛々しくて綺麗で、みんなを引きつけるわ。フローラさん、ぼーっとしてどうしたの？あ、近い！びっくりした。近くで見ると迫力が。すみません、カロン様に見とれていました。私に？はい、とても美しくて素敵だなって。カロン様？フローラさん、冗談をおっしゃらないで。照れてる。あのカロン様が、見とれる人も多いし言われ慣れているかと。失礼しました、カロン様。ぶしつけに、思わず本心が口に出てしまって。本心？ああ、さらに真っ赤に。どうしよう。フローラさん、ダメよ。カロン様が困ってるじゃない。そういうことは思っていても口に出さないものよ。すみません。そうよね、みんなの前でこんなこと言われたら困るわよね。そういえば毎日いらっしゃるわよね、レイノル殿下。はい。みんな見てるのにすごく甘い顔をしていて、イメージ変わったわ。在学中はもっとクールな方かと思ってたのに。そうよね、フローラさん、愛されてるのね。お、いつもあんな感じなの？どう答えよう。あの、馬車の中ではいつも何のお話をしているの？お城ではどう？ねえ皆さん、あまり突っ込んだ質問をされてはフローラさんとレイノル殿下に失礼よ。あ、そうよね、ごめんなさい。いえ。さあ、練習に戻りましょう。ありがとうございます、カロン様。さっき一瞬カロン様の目が曇った気がした。気のせいかしら。